みんなに全部覚えろって言うのちゃうの。当てはまるやつが人によって違うから。全然俺ね、今のこの話全く聞く必要のないやつが3分の1ぐらいおる。で、確認のつもりで思ってくれてたらいいし、例えばこう言ってて両足でバウンドマスターしてるやつ通りにくいでしょ。ディフェンスに引っかかりやすい。それより片手やったらこんだけの70センチぐらい外行くやろ。70センチぐらい外出さなあかんやん。違う、このパスとこのパスどっちが普通に押さえやすそう。そうやな、両手やろ。もしくは最低なやつはチェストパス出してる。チェストパス、チェストパスって手ここについてるやん、スノキの。だからスノキ普通に真面目なディフェンスやって引っかかるよ。まだ両手のバウンドパスやったら下にやらなあかんやろ。スノキこんだけ分まだ出せそうや。だからチェストパスをあんまり多分中学でチェストパスばっかり言われてきたんやろうけど、チェストパスが基本とか、基本は基本やけど、世界的にはもうその潮流ではない、流れではない。日本人だけでチェストパスでやってるガード、他のガードでワンハンドプッシュパスやったらこのままワンハンドプッシュパスのフリーからシュートいけるし、ワンハンドプッシュパスのフリーからドライブいけるし、チェストパスからドライブしたらランドドリブルそうやろ、わかる。だからまああんまり対応するもんじゃないから、今の2対1のところからできたらワンハンドで出せたらいいよねって。